アンコーレ王国の旗1964年以降のアンコーレの領域と2001年から2005年の県境アンコーレ王国はウガンダの南西部の伝統的王国の一つ。北にドゥエル港を挟み、トロー王国、東にブガンダ、南にタンザニアカゲラ州及びルワンダ東部州、西にキゲジと接し、北西はルイタンジゲに臨む。アンコレの主な住民は、 バントゥー系のアンコール族で、複数はバニャンコレ、単数はムニャンコレと呼び、ニャンコレ語を話す。アンコール王国は、オムガベと呼ばれる王が支配していた。中英ジ神話を共有しかつては、ブニョロの従属的立場にあったが、ブニョロに代わって、ブガンダが優位に立つようになり1901年10月25日に、イギリス王代理施設兼ウガンダ保護領を総督。 フレデリック・ J ・ジャクソンとオムガベ・カハヤ二世及び首長たちとの間でアンコーレ条約が結ばれアンコーレ王国はウガンダ保護領に組み込まれたアンコーレ王国はミルトン・オボテ政権時の1967年に他の王国と同様に王政を廃止された1993年に他の王国では文化的指導者としての王政復活が認められた アンコーレのオムガベの継承者ンタレロ世は、中でも王権なき王政への不満が強く、王権の象徴である太鼓の返還などを求めており、事実には、ハンスルが1993年11月20日に、軍の高官と、君主主義者が結びついて秘密裏に即位式を行った、として、即位式は報道されず、弱エりむせべににより無効とされた。このため、 アンコーレ王国は公式には王国でなくんたれ六世も公式には大い継承者とされている。ザニュースチューデンツレファレンスワークに和マとして紹介された女性、アンコーレ族は牧畜民の暇が農民の犬に大衆衆を介して優位に立っていた。暇とオムガベはパトロン関係で結ばれ、オムガベが保護を与え、暇は戦士となった。イギリスの探検家、植民地支配者がこれを 民族間の階層として、ハム族神話を形成した。中でも、ジョン・ハニング・スピークは、ザ・ディスカバリー・オブ・ザ・ソース・オブ・ザ・ナイルで、ワフマに信じられない反セムハム的特徴を見出したと、し、アビシニアのガラ族の子孫として、優越した民族が、現地の農耕民を征服したとした。この伝説ではヒマは、ルワンダの土と共に、ナイル系とされ、北からやってきて、 イルを支配したとされた。ハリー・ジョンストンも、ウガンダ保護領で、暇人種は自然で醜いニクロの知性や体を、高化さす人種が改善した一つの例であると記した。イルの地位は、教育や経済面では改善されたが、暇の政治的利用も行われていた。1960年代に、ウガンダの歴史家、 サムウィリカルギレによりヒマとイルへの人種的視点は経済的視点へと修正された。後のルワンダの領域からアンコーレ王国への襲撃が起きるとヒマはイルも戦士として雇った。このことがヒマとイルとの相違が一旦は重要性を失う契機となった。ルワンダ難民の影響で1950年代から1960年代にはイルとヒマの間にも 階級闘争が行われ、この際には暇が階級維持のために土を雇う現象も見られた。ありがとうございます。